こんにちは、ハイボルテージスケートボーディングです。今回は、セクション DIY 企画第4弾、キパレを使ってマニュアル台を作っていこうという企画をやっていきます。キパレとはフォークリフトなんかで積み荷を持ち上げるときに使う台のことで、木でできたものです。キパレを使うメリットとしては、廃棄されてしまう素材を有効利用できるため環境保護につながる、セクション作成の原材料費を削減できるといったことが挙げられます。今回はジモティを通じて埼玉県加須市にあるディスカウントストア半額倉庫さんから譲っていただいたキパレを使って、こんな感じのカフェ風なおしゃれなマニュアル台を作っていきます。半額倉庫さん、ご協力ありがとうございました。パレットから素材を取り出す。まずはパレットから素材となる木材を取り出していきます。パレットの木材同士は長い釘で固定されているので、バールを使いたいところですが、木材が割れてしまったり傷ついてしまうため、長めの角材2本を使ってテコの原理で外していきます。今回製作するマニュアル台はキッズスクール用のため、安全を考慮して釘はすべて取り外し、木ネジに交換します。ご自分で使用する分には、パレットの状態で上に板を張ればあっという間にマニュアル台は完成です。この釘を抜く作業が思っていたよりも大変でした。ふざけているため全然進みません。外した木材をカットする。パレットを分解して取り出した木材を並べてマニュアル台の設計をしていきます。今回はこんな感じ。設計図がイメージできたら木材をカットしていきます。木材の表面をきれいに整える。長く使われていたパレットの表面は凹凸やささくれが多いので、ヤスリで整えていきます。ウレタン塗料で塗装する。木材の表面をウレタン塗料で塗装していきます。ウレタン塗料は厚塗りがしやすく、耐久性耐水性に優れています。また木目を生かしたツヤ感が出せるので、高級家具のような雰囲気が出せるので、とってもおすすめです。今回は僕のこだわりで、土台部分をオリーブグリーン、天板をクリアでツートンにしてみました。とってもおしゃれです。塗装が乾いたことを確認して土台部分を組み立てます。天板を貼る。今回は可能な限りパレットから取り出した木材を使いたいので、天板部分をフローリングのような感じに仕上げました。1枚の板を貼れば簡単なのですが、ここも僕のこだわりです。天板を貼り終えたら、ヤスリで磨く、塗装、乾燥、そしてまた磨く、塗装、乾燥を繰り返します。こうすることで塗膜が厚くなり、表面の凹凸もなくなっていきます。アングルを取り付けて完成。エッジ部分に L 型のアングルを取り付けます。アングルは購入したホームセンターでカットしてもらいました。アングルを取り付けたらいよいよ完成です。では早速使っていきます。あー、食らった。今回は2022年11月13日に開催するイベントで使用するマニュアル台を制作しました。 SDGs をテーマにしたスクールということで、 Save the Planet と僕たちハイボルテージのロゴを施して完成です。キパレを使うことで原材料費削減はもちろん、廃材を再利用することで地球環境保護にもつながるので、皆さんもキパレを使ったセクションを作成してみてはいかがでしょうか。以上、ハイボルテージスケートボーディングでした。